皆さん、こんにちは。ニュージーランド在住の日本語教師、おゆのです。このチャンネルでは、人生における天気、心の支え、そして幸せについて、ゲストの方にインタビューをしていきます。今日のゲストは、竹森裕介さん、メキシコ在住の日本語教師です。そして、裕介さんが運営している YouTube チャンネル、悠々日本語は、2020年の10月に40万人の登録者を達成しました。 では、竹森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、初めまして、竹森です。はい。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今、こちらニュージーランド、クライストチャーチ。そして、えっ、ー、と、メキシコのグアデ。グア。グアダラハラですね。グアダラハラ。そうですね。はい。メ、はい、メキシコ第二の都市で。えー、西部の真珠と言われている美しい都市と聞いています。ああ、そうですね。うん、はい。はい。では、えー、今日はよろしくお願いします。 よろしくお願いします。はい、では、えっ、ー、とこちらで初めに、えー、竹森さんの紹介をさせていただいて、その後でご自身の言葉で自己紹介をお願いします。はい。はい。えー、竹森裕介さん、2012年から2020年まで社団法人グアダラハラ西伯文化交流学院の専任講師をされていました。2019年に悠悠日本語プロジェクトを立ち上げて、現在はその代表として活躍をされています。 2019年3月に、ゆう u 日本語のインスタグラム、フェイスブックチャンネルを開設。5月に、YouTube チャンネルを開設し、現在、ポッドキャストを含め、SNS を中心に日本語学習に向けた情報を発信中。昨年の10月に you、YouTube40、えー、万人登録を達成え。おめでとうございます。あ,ありがとうございます。はいはい、では、えいご自身の言葉でえ自己紹介をお願いします。 はい、は、え、じ、ー、めまして、ゆうゆう日本語プロジェクトの代表をさせてもらっています、えー、竹森祐介です。今は、えー、YouTuber をやったり、えー、日本語教師をやったり、いろんなことをしています。はい、はい、どうもありがとうございます。で、後ろに、ゆうゆう日本語というそのプロジェクトの、えー、タ,イタイトルがあるわけですね。そして、はい、その下に、えー、YouTube の、うん、<laughs> それは、 これはですねあの、YouTube の登録者が10万人を突破したときにあのもらえるあの YouTube、Google からかな、もらえる盾ですね。はいああ。そうなんですか。はい。なかなか見ることができないものですよね。えー、はい。そうですね <laughs>、えーそ。それを手にすることもね、これはすごい大変なことだと思いますので、えー、見られているだけでとても嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。とでは、えーと、早速ですが、えー、今日、はい まず、えー、日本語教育との出会い、そして現在の関心と実践についてお話をしていただいて、その後で人生における転機、はい、支え、幸せ、これから成し遂げたいこと、そして最も伝えたいことについて、はいえー、お,お話を伺いたいと思います。はい、はい、あだけど、その前に、えー、と2つ印象に残っていることがあって、高村さんの、はい、えと情報を探していて出会ったこと。はい 二つあるんですけど、はい、これはあの、えー、アークアカデミー日本語教師養成講座のニュースレターに2012年に書かれていたことなんですが、それちょっと読ませていただきますね。毎日自分が日本代表なんだ、自分のイメージ、日本人のイメージなんだ、そんな気持ちで毎日仕事しています。はい、メキシコと日本の玄関口に立っていると実感しながら仕事をする。 こんなにワクワクする仕事は他にはないと思います。うん、皆さんはいろんな不安を抱えていると思います。私もそうでした。でも、思い切って一歩踏み出してください。きっと、新しい世界が皆さんを待っていますよ。これ、2012年10月の,そのニュースレーター。日本語教師を目指している方に当てたものだと思うんですね。うわー、はい、これなんかすごい上から。はい よく見つけられましたね。すごく僕自身もびっくりしてます。そしてもう一つ、2017年、はい、これはあの竹森さんのツイッターからです。こ、はい、う書いてありました。夢の中に生きるということは、歩みを止めないことだ。うん、歩みを止めないということは、どんな状況でも前を向き続けるということだ。うん、これが2017年。 うわそうですね、2017年もいろいろ大変だったんですけど、もうとにかく進み続けるっていうのは大事だなって今でもそれはあのー、感じてます。ありがとうございます。えーまあ、今ご紹介した2つのことって、えー、の今の竹森さんのコアになっているものかなっていう風に感じたので、紹、え、介、ー、させていただきました。はい、ありがとうございます、えー それからもう一つ、えー、竹森さんは、はいえー、ポッドキャストもあの運営をされていて、配信されていて、ではい、えとこれやはり、あの今、これをご覧になっている皆さんにお伝えしたいんですけど、竹森さんにこの,あのインタビューの依頼をしたのは1月3日なんですが、その次の日から、はいえー、竹森さんはご自身のポッドキャストで、このインタビューの準備ということで、はい、配信を始めてくださったんですね。 そして、すでに4本、まあ、全部で2時間ぐらいの,そのご自身の振り返りというか、<laughs> ご自身の歩みについてえ語ってらっしゃって、それを僕、すごく感激したんですね。はい、こ,のこの企画が、えー、竹森さんの、まあ、振り返り、ご自身の振り返りになっている、そしてその振り返りを配信することで、それを聞いている人たちの心にも何か動きがあるかもしれない。 そして今、これを、うん、この YouTube を見ている皆さんにお伝えすることによって、えー、竹森さんの在り方、姿勢っていうものが伝わって、えー、またそこでご覧になっている方に何か変化が起こるかもしれない、その機会をこの僕のチャンネルがあのになあこう機会となっているとしたら、本当にそれは、えー、嬉しいことだなと思って。 はいこれがすごく僕の中でこうターニングポイントになるんじゃないかなっていうぐらいす素敵な機会を、えー、作ってくださって本当にありがとうございますこちらこそありがとうございます、はい、では、えー、日本語教育との出会いそれから現在の関心実践などについて、えー、お願いしますはいありがとうございますえっ、ー、と僕の日本語教育との出会いっていうのはあの大学3年生の時ですかねあの 僕の幼馴染が、えー、とアメリカに留学したんで,す、ね、でもうすごくあの、まあ、簡単なイメージじゃないですけどうわ海外ってかっこいいな僕も行ってみたいなって思ったんですけど、まあ、英語もできないし <laughs> そんなにあのお勉強もできなかったのでどうしようかなって悩んでいたらたまたまあの僕の英語の先生が「ユうスケ実はね自分の国の言葉を 外国で教えられれば英語が話せなくてもその国の言葉が話せなくても仕事あるよって言われて急いであのインターネットで調べてで日本語の、えー、教師養成講座に入ったのがきっかけですねなのでなんか日本語を教えたいとかっていうよりもあの海外に行くためにそれしかオプションがなかったっていう方がでかいですかね。はい。 そうなんですか、ええあの。大学では経済学を専攻されてましたよねはい、ええ。だから全然あのそこでは日本語教育との関わりっていうのはなかったわけですねそうですねただあの経済学にまあ多少興味があってこう大学に入って勉強していく中でなんか僕はこの経済こうビジネスの中に身を投じるのは嫌だなってこう純粋に思ったんですね。 あのっていうのはこう、まあ、経済のベースになってるのがまあは有限だとでも人の欲望は無限にあるでそれのバランスを取るのが経済なんだっていうような話をクラスで聞いていやでもそれは無理なんじゃないかなっていうふうに思っていてであとはこうなんかビジネスっていうのがすごく大変でこう先輩の話とかも聞いてると何かこう搾取されて。 搾取しててみたいいなそういう世界を垣間見て僕はこうどちらかというと教育に身を投じたいなと思ってであの大学で教員免許を取ってであのい,いずれは中学校とか高校の教師をやりたいなと思っていたのいたんですけど、まあ、その前に海外に行きたいなっていうことでその日本語教師の免許を取ってメキシコに来てでそしたらもうこの仕事が好きになってしまって。 まあ、これから一生日本語教師でやっていきたいなと思ってます。なるほど。え、はい、そういう経緯だったんですか。え、いろいろ調べたんですけど、そこのところは、あの、出てこなかったので、本当に初めて、え、知りました。ああ、そうですね。うん、あんまり話したこともないと思う。えー、はい。うん、それが出会いだったんですね。そうですね。うん。え、そして、現在の実践、え、うん、あるいは現在の関心についてお願いします。 そうですねであの一時期僕その大学生の時にはこうビジネスっていうものがこう搾取し搾取されみたいなイメージだったんですけど最近はどちらかというとビジネスっていうものにすごく興味があります。っていうのはあの何かこうものをあげてでそれに対してこう感謝の気持ちを表すっていうこの仕組みを作るのがビジネスかなって最近思い始めてきて。 じゃあ今日本語の先生っていうのが日本語のクラスをしてでもうそれがお仕事になっているんですけどもあのそれだけだとどうしても先生の方が多くなってしまうっていうのはこう避けては通れないのかなって考えるようになったんですね。っていうのはこう昔はこう学習者がたくさんいて。で あの先生っていうのが少ないから勉強したいけど勉強できないっていう人がたくさんいたと思うんですね日本語教育に関して。ただ今回このコロナのえ一連であのこうオンラインでクラスをするっていうのがこう当たり前になってきてでじゃあもともと学習者だった人も先生になってきてでってなった時にその。 このままで僕は日本語教師として仕事をし続けていけるのかなっていうのを考えたときに新しいこう働き方っていうのを見つけなきゃなと思って、まあ、YouTube を始めで今はその次のステップにいきたいなと考えています。うなんすはい、うんるほどはいいありがとうございますす、うん、次のステップもえ今日話をしていただけるんですか もちろんです。<laughs> ありがとうございます。それは本当にワクワクしますね。はい、ありがとうございます。はいえ、はい、では、えー、人生における天気から、えー、お話を。はい。えー、っと僕にとって、この大きな天気っていうのが多分、えー、2個、3個ぐらいあるんですけども、まず初めは、まあ、メキシコに来て、あの 正直生活がが大変だったったていうのが僕にとっての大きな転機でしたあの僕実はその、えー、おじいちゃんおばあちゃんと長く生活をしていてもう僕にとってその母方の祖父と祖母があの半分お父さんお母さんみたいな存在で,でその祖父母が話してくれるいろんな昔のこととか。 あのどうやって出会ったとかその当時の東京あの戦後の東京はどうだったかっていう話を聞くのがすごく好きでで、えー、っとメ,キシコのメキシコ行きが決まってあの祖父母すごく喜んでくれたんですけどあのおばあちゃんの方がもう60歳からずっとがんを患っていてであのもうメキシコに行くってなった時に多分お互いどっかであもうこれが最後なんだろうなっていうのに気づいてたんですよね。 でその時にあの祖母があの言ってくれた言葉が「貧乏という経験をお金を払ってでもいいから必ず若いうちに経験しなさい」っていうことを言ってくれたんですね。で当時その意味が僕にはよく分からなくてっていうのもやっぱ大学生ってあんまお金がないじゃないですか。で「いやでも今貧乏だし」って思ったんですけどメキシコについてあの正直。 最初に住んだ家っていうのがすごくもうちょっとかなり老朽化が進んでるというか汚いというか大変なうちに住んでいて初任給もすごく安くてあのお腹いいいっっっぱいご飯を食べるっていうことができなかったんですよはいあの本当にあの夜カップラーメンで昼はあのなんかサンドイッチみたいなものを食べて。 1>, で1週間に1回校長先生が作ってくれるあの日本料理を食べるのが楽しみっていうような生活をしていてでその時にあお金がないってなったんですねあこれは本当に貧乏かもしれないと思ってでじゃあ頑張らなきゃでもその日本語教師としてこう頑張っていくベクトルがクラスの質を 上げてていいくっていうことだけで,でそれが実際その自分の収入につながっていかなかったっていう苦しい経験があってでそれがあの後々この今「ゆゆ日本語」を立ち上げるきっかけになるしそのベースになるそあとで話そうとは思うんですけど危機感っていうのを感じるようになりました。はい で僕を動かすいろんなこうあの支えのところでも話そうと思うんですけど、一つが危機感で、その危機感っていうのは、あのこのメキシコに来たばっかりの,その <laughs> 貧乏生活っていうのがすごく助けになってたかなと思っています。はい。はい、ありがとうございます。うん、うんえそうすると、ここからこの天気から心の支え、えそして幸せ、まあ、と話に進んできますが、もう心の支え、うん ですか、ね、あそれでも、天気がありまして、以前、あの僕が荻野さんと初めて出会ったのは、オンラインワールドカフェ、はい、ですよね、日本語教師のやっぱ世界の先生たちが集まって、いろいろなテーマについて話し合うっていう会に招待していただいて、その時に僕は荻野さんを見て、わすごいな、かっこいいなって思ったんですね。<laughs> なんか世界の日本語の先生たちでその集まってくる先生たちも素晴らしい先生たちばかりでそのこう先頭に立って会をオーガナイズして。 あのー、その当時の、えー、とこうノートをね書いてくださる方とかいましたよね。うん、コントロールされて、はい、佐藤先生とかとかやり合ってるやり合ってるというその話し合ってる姿を見て、まあ、純粋にかっこいいなって思ったんですけど実はその回が僕にとってのすごく大きな転機になりましてその時に最後にあの目標を書こうっていうあの活動でしその回が閉まりましたよね。はい その時に僕が書いた答えが IT に負けない日本語教育っていう答えを書いて皆さんの前に発表したんですね。でその時に自分で書きながらどうすればいいのかなっていう答えは全く見つかってなかったんですけどもう漠然とした危機感がすごくあってこれからインターネットっていうものがすごくこう普及してきてアプリケーションだったりとかいろんなこうインターネットページとかが出来上がっていく中で 僕はどうすればこう仕事を続けていけるんだろうかっていうふうに、その IT と自分との対比っていうのをあの深く考えるようになったのがあの大きな転機の一つですかね。はい、いや、ありがとうございます。それはあのすごく僕にとって嬉しい、<laughs> あの感激する転機ですね。 1> えー、今、うん、1>, あの1つ目の研究としてはメキシコでの生活この貧乏という生活それから2つ目が、ままあ、僕が2018年に共同企画した日本語教育関係者を対象として あの時十15カ国から60人の先生たちが集まってくださったんですけど、うん、その日本語教育オンラインワールドカフェが天気だとあの言ってくださったんですね。はい、えー、そうですね、うんえー。で、あの日本語教育オンラインワールドカフェは、まあ、2018年、その前2017年にやってるんですけど、まだ Zoom が、まあ、一般的になり始める前で、まだこう、うん、少し先進的な取り組みではあったんですね。ただ あの場が荒れないようにということにも気を遣っていたので、ですから、そしてその機会が、うん、何かこれからの日本語教育にとってのこうプラスになるようにと思って企画をしていました。うん、で、あの時ですからあの、こちらからお声がけをさせていただいて、その人たちというのは、これから日本語教育にこの経験を生かしていける方。 何らかの形で長寿的に生かしていける方、うん、そういった方たちにあの声をかけさせていただいていたんですね。そして竹森さんはあのある方からの推薦であの僕は知ることになって、はい、そこであの参加していただいて、うん、今がこのインタビューにあるつな、うん、がったということで本当に感激しています。 僕にとってのそうやっぱ大きな転機っていうのがその、えー、オンラインワールドカフェの,そのやっぱ一件で,でそれからやっぱ本当に紆余曲折で大変なこともありいろんなチャレンジもし失敗をしで今、この悠々日本語っていうものが形になってまた荻野さんの元に戻ってこられたっていうのが本当にすごくこう嬉しく思ってますすごい嬉しいですねこの循環っていうかいや本当に <laughs> 嬉しい。<laughs> <laughs> はい、うんはい、ありがとうございます。えでは、えー、っと心の支え、はいまあ、天気2つあってその後もいろいろ曲折があって現在に至っているということですが心の支えになってきたものはいあの自分の心の支えを話す前にあの人間にはこう感情を司るホルモンっていうのが3タイプあるらしいんですね。うん、1> 1つは、えー、っとドーパミンという 嬉しいいっていう気持ち、はい、でもう一つは名前を忘れてしまったんですけどこう安心感を司るホルモン。シャルトニかあ、うん、あー多分そうだと思います、はいはい、でもう一つはあの危機感を感じるアドレナリン。はい、なので、うん、僕にとってこの心の支えっていうのがその嬉しいっていう気持ちと安心するっていう気持ちとあとは何か変えなきゃいけないっていうこの 怖いいっていう気持ちこの3つが大きな僕の支えになっていてで、まあ、これから具体的に一つ一つが何かっていうのをお話ししようと思うんですけど一つの嬉しいっていう気持ちはやっぱりこうワクワクするかどうか何かその新しいことにチャレンジをしてで結果が出なかったらまた次のことを考えてでこう自分の,その日本語のクラスから飛び越えていろいろなものを にに出会っったたりりいいろんなものにチャレンジしたりっていうのがなんか僕の中で一つの冒険みたいな感覚があってそのこうワクワクする気持ちワクワクこうもっとワクワクしたいっていう,こう欲望があの一つの支えになっているかなと思っています。はいでもう一つは安心感っていうことでやっぱりこういうなんかこうエクストリームなあの人生を送っているので。 すごく時々不安になったり時々なんかどうしようもないこの,あの不安感に駆られることがあるんですけど、まあ、そのの時にに支えななっっててくれるのがあの妻かなと思っています、はい、あの僕メキシコ人の,あの妻がいて、えー、と3年前に結婚をして、まあ、約10年ぐらい一緒にいるんですけど、あのー、うまくいってる時にはダメだよって言ってくれて。 あのうまくいってない時には大丈夫だよと言ってくれるもうすごく大切な存在かなと思ってますもう本当その妻がいなかったいない世界を考えるとやっぱり今の僕はないかなっていうやっぱりこのチャレンジをして冒険をして帰ってくるところとか落ち着くところがあるっていうのは僕にとっての大きな支えかなと思いますはい。 でえっと、もう一個の危機感っていうものがあの僕にとってのすごくこう大きな,あのなんだろうエンジンになってるのかなガソリンになってるのかなって思っています。はいあの すごくあのいろいろなインタビューを見させていただいてやっぱすごい人生の先輩方ってすごいなもう達観してらっしゃるなっていうあの印象を受けたんですけど僕はまだ若いので若い自分で言うのも何なんですけどあの怖いとか危機感とかっていう,こうマイナスな感情がまだエネルギーになってるかなと思っていますはいでこれを初めて感じたのがその IT その転機になったその IT との対比 っていうのでまず考えてどうしようと思って例えばあの日本語っていうものをその学習していくっていうのがもしその成果主義であればもうこれは絶対にアプリケーションでは勝てないなって思ったんですねいいつかかロボットに奪われれてししまうかもしれないでも僕はこの仕事が好きだし学生と一緒にこう時間を共有していきたいじゃあその自分の この仕事を守っていくためには何ができるんだろうっていうのを考えた時にやっぱり当時僕の,このイメージの当たり前っていうのが日本語教師っていうものはこうクラスに集中して学生のために惜しみない努力をする。 っていうものがやっぱりこう当たり前だしあるべき姿だと思ったんですねでもずっとこれを続けていったら僕たちは果たして変わっていくのかなって思ったんですね。でその時にふっと思ったのがその自己実現自分は何になりたいのかなって思うようになりました。で じゃあ僕の,その日本語のクラスの成果っていうのは果たして学生がその社会に育っていって日本語を上手に使うことだけが成果なのかなって考えたときに僕は何になりたいんだろうっていうのを深く考えるようになりました。はい、でその時にすごく思ったのが日本語って教育ですよね。 こう日本語教育っていう形で教育のジャンルにあのカテゴライズされていてでそれをなんかうーんじゃあもし教育じゃなかったら何なんだろうって思ったんですね。であの例えばあのダンスのレッスンとか料理のクラスのレッスンっていうのも果たして教育っていうカテゴリーになるのかなってなった時になんかこう意見が割れるかなと思ったんですね。はい でもしその日本語のクラスっていうものがダンスのレッスンとか料理のレッスンとかと同じようなカテゴリーになった時にやっぱりそのインストラクターとしての自己実現っていうのを目指していくべきなんじゃないかなってそれがゆくゆくは学生に戻っていくっていう形を作るのが必要なのかなって思ったんですね。ででそこであ 僕はとりあえずあのまだあの考え方もすごく若かったので僕は有名になりたいっていう,うにあに漠然と思ってじゃあ YouTube でこう動画を配信していってフォロワーをどんどん集めていって大きくなっていけばなんか自分のなりたいものにもなれるのかなって思ったんですねはい。まあ、そう,いう形でじゃあ今度は 有名になっていったらどんな問題があってっていうふうに常にこの当たり前のから逃げていくようなこの危機感怖さっていうのを持ち続けてるっていうのも僕の原動力になってると思いますはい、はい、ありがとうございますいやすごいよ面白いあの聞いていてわくわくするお話ですね <laughs>、えー、でまああの31歳というね31歳ですよねはい、はい、という若さ もあるけど今の話の中でう、まあ、嬉しい、そして安心、怖い、その3つがあの心の支えとなっていて、まあ、怖い、うんまあ、危機感というものが、まあ、エネルギー、うん、ガソリンになっている。僕が感じたのは、うん、奥様が、まあ、あの安心という場を,を作って、うん、それも原動力になっているのかなというふうに、とてもあの、はい、強く感じました。 で自己実現ということ、その教師自身、はい、日本語を教える側の,、まあの教師の自己実現ということについてお話をされていて、そしてそれ、有名になるというのが一つだったんですね。それ,、はい、<laughs> それが自己実現のまあ一つ。当時のそれこそ25、6歳の時に考えてたことですか、ねうん、それ有名になりたいというのは、それはどこから来てるんですかね。はい そうですねまずはそのなんその日本語の先生としてその仕事を持ち続けるためにはどうすればいいのかなって考えた時に例えば英語のクラスがあったとして世界に本当にいろんな英語のクラスがあると思うんですね。で例えばある学校では一半年でその英語がすぐ話せるようになりますっていうまあ あの歌い文句でその自分のクラスに学生を集めるっていうこともできると思ったんですけど例えば例えばあのハリウッド俳優のウィル・スミスが英語のレッスンをこれから始めますってなった時に絶対に彼には人が集まっていくのかなっていう人とのしての魅力を見てそのクラスに入っていくこの人と勉強したいっていうふうに 思っっててもらうっていういことがすごく大事になるのかなってその当時の僕は思っていてなのでそうなるためには今のまま僕の、えー、教室でクラスをしていてで例えば自分のその教室にいる目の前の30人の学生があ実はゆうすけっていう先生がいてその先生のクラスすごくいいよっていうものではちょっと間に合わないかなって。 思ったんです、ねうん、ってなった時にやっぱ SNS の力を借りてあの発信したいなっていうふうに思ったのとただそれだけじゃないんですけどあのそれも結構僕の中の自己実現の一つになったのかなと思います。うん、あ大丈夫ですすかなんかうまく話せてるかないやいやすごいい面白いですね、ええ、であの、うん、もうでもその頃から自己実現、まあ、教師としての自己実現っていうことを意識されてたんですね。うんはい まあ、あの僕はその自己,自己実現というか教師としてまずあの自分がしたいことをしていくというか、うん、そういう意識って希薄だったんですよねで、うん、そのまず自分が教師として輝いている自分が本当にやりたいことをやって輝いている、うん、そういう教師になりたいって思ったのはすごい最近なんですよねだからえー、えー、だからその自己実現をしたいっていう気持ちを持って で、うん、競技実践をされていたっていうことそれがすごく今印象に残りましたねそれから、うん、あのこれこの幸せの4日って聞いたことありますかあはいはいであの幸福学の第一人者の前の、えー、高橋慶吾大学教授 たちの、はい、あのリサーチの結果として、まあ、幸福度が高い人っていうのはこういったありをままやってみよう、はい、ありがとう、なんとかなるそういった意志が高い人だっていうふうに言われて、はい、まあ、調査結果が出てるんですね。そして、はい、あの、うん、今お話を聞いていてこの実行実現、うん、このやってみようという気持ち、はい、それからその前のお話でもこう前向きなところ、楽観、うん、それはあの先ほど紹介したニュースレターでの,あの 竹森さんの文章にも表れていると思いますけどそういったところがすごく強いのかなっていうふうに今あの聞いていて思いましたああそうですかね <laughs> はいそうなるほど、うん、るはいそうですねただそのじゃあ YouTube っていうものがその自分が幸せになるためだけにあのやっているかっていうとそうではなくてじゃあそうなった時にその例えば まず純粋にたくさんあのフォローしてくれる人を集めたいってなった時にやっぱりそれが誰かのために向かってないとあのそれはもちろん人が集まってこないしまず自分がハッピーであることっていうのとあとはやっぱ誰かのために動けるっていうのがそのみんなが集まるところの要因なのかなって思って。でやっぱりその その学生が今何が足りないのかとかあとはその今ラテンアメリカの状況を考えたら何をすべきなのかっていうのはよく考えましたまず自分がハッピーであることそして、はい、誰かのためにというその思いが、うん、その悠々日本語の、うん、動画の一つ一つに入ってるわけですね。そうですねはい あのちょっと話はちょっとあの他邪魔せ,せない邪魔ない寄り道をするんですけどもあの会長をやってた時にあの、まあ、お仕事の関係であの中南米に行く機会があってで中南米の先生とお話しする機会があったんですね。でその時にあのやっぱ やっぱ経済状況はメキシコよりももっと悪くてでも日本語を勉強したいけどできないっていう人がたくさんいるっていう状況を見てまあ、これをなんとかしなきゃいけないなって思ってやっぱ自分なりに考えたのも1つ悠々うう日本語っていうのが形になった大きな要因かなと思いますはいなるほどでえっ、ー、とちょっと質問ですけど専任講師をやめてこの悠々日本語プロジェクトにまあ専念をしていくっていうのは大きな決断だったと思いますけどその辺は迷いとかうん 不安とかかはありませんでしたかすごくありました <laughs> すごくありましたしいまだにやっぱりあの専任講師でいるべきだったのかなとかいやでもやってよかったなっていうのの狭間にいると思いますがあの教室でクラスをしていてあの学生の顔を見るのが僕は大好きであの分かった時のこうワクワクする気持ちとか あとはチャレンジしていって成功した時の,あの達成感っていうあの雰囲気がすごく大好きで,ですごく幸せだなと思ったんですけどその時にあ例えばこの僕の YouTube を見て勉強してくれている人っていうのはそういう機会がなかなか得られない人が多いしそこにチャレンジをしていかないと。 日本語を勉強したいで与えられない状況の中自分でインターネットで調べてそしてあのリアクションも返ってこない僕のビデオを見ながら毎日ペンを握って頑張ってる人がいるって思うとそこを変えなきゃって思ったんですね。でそれれはは教室ににいててだともっと自分のプロジェクトに力を入れて その彼らの顔を見たりとかその彼らのペンを持って頑張ってる人の表情をあの明るくするために頑張んなきゃいけないなと思ってあの専任講師を辞めましたねなるほどその思いがあったからやっぱその専任講師ですごくハッピーな経験をさせてもらったからこそそのハッピーを,をみんなに持ってもらいたいっていうふうに考えるようになったのが大きかったと思います。なるほど それ教室を超えていくっていうことですよね。まあ、越境っていうことかな。そしてここからそのそそ次のプロジェクトへの思いがありますかその前に何かが違う話があるかなあいや、大丈夫です、大丈夫です。はい。そうですか。うんで、あの、うん、次のプロジェクトっていうことにも関心がありますが、その前にこの40万人達成したっていうことで、まあ、これまで。 この40万人を達成するまでに本当に大変なことがたくさんあったと思いますがそこで得られた最大のものって何ですかそうですねあのやっぱり続けることの大切さだと思いますあの YouTube 今本当に世界ではいろんな方々が YouTube にチャレンジをしていて Instagram や今 TikTok など SNS を使ってチャレンジしているんですけどやっぱり続けていくことあの やるそのあ今日頑張ろうっていう時は特に問題はないんですけどやっぱり浮き沈みがあるんであもう疲れたとかもっと、あのー、ゲームしたいとかあの旅行行きたいっていう時に踏ん張れるかどうかっていうのはすごく学びました。はい これは説得力がありますよね。えー、<laughs> うん、やっぱりやる気がある時にはやれるけど、うんやる気がない。はい、うんと疲れてる時、そこでもうん継続をしていく必要があるってことですね。そうですね。まそこでこううまくこう。自分の気持ちをコントロールしながらやっていく。時々はその。 意外とそのやる気があっていいビデオができたときよりもなんかこうやる気なかったけど頑張って出せた一本の方が僕にとってはすごく大事な動画になってますねなるほどえ、あのこのビデオ今このこれをご覧になってみませんぜひあの竹森さんの授業のビデオを見てくださいえ <laughs> 僕それ印象に残っているのはまず楽しそうだっていうことですね楽しそうに授業をしていますよねうん、はい、始めから終わりまでえ、はい、だから うんその楽しさ楽しいっていう思いは学習者に伝わっていくんだろうと、思いながら見ています。あありがとうございますありがとうございます。うます <laughs> そうですね、まあのちょっと楽しさっていうところってすごく僕にとって大事なポイントで、あの僕がその YouTube を始めた時にはもうすでにいくつかもうそういうチャンネルがあったんですね。でそうなった時にやっぱり自分らしさってすごくこの YouTube とか SNS の中ではその唯一無二の自分らしさっていうのはすごく大事で,でその時に思ったのがその以前の学校で働いてえと学生とこう自分で実践していく中で感じたラテンアメリカの人は楽しいワクワクするっていう気持ちがそのすごく分かりやすいとかあの自分の能力が伸びるっていうよりも大事なんだなって,っていうその印象があるからやっぱりそこをできるだけ楽しく。 なんかこう楽しいから見るけどあの見ていく間に勉強もできちゃったみたいな、はい、あの動画が作れればなと思ってます、はいうん、なるほどうん、まあ、そのラテンアニメそしてメキシコっていうその生活環境、うん、そこ,、はいこう、本当に自分、うん、まず楽しいことそれが第一になっているそういう感じなんでしょうかね。 そうすると、まあちょっとこれさっ僕いつもこれにあの関心があるのでこうこうもっていきますが、こうありのままでいられるそういう社会っていうか、はい、そして竹森さん自身がこうありのままでこの YouTube も配信してるっていうこと、はい、まあそれはすごく大事だと思います。はい、はいありがとうございます。うん、えそしてえそのこれからのとかこれがその前にこれ、ねはい、幸せえ あの今の話の流れだとこちらのこれから成し遂げたいことっていう感じですか、どっちにしますか、どちらでもあ幸せの方、ははい、はい <laughs> いいですね幸せについてお願いします。ででっていうのは、あのそのそ荻野さんから話をいただいて、あの僕のその天気だったりとか支えっていうのは、割とスッと出てきたんですけど、幸せっていうのはすっごく苦労しました、その理解するのに。<laughs> っていうのはきっとまだ僕にとって人生経験ってさほどその他のせ人生の先輩方に比べたら大したことはないんですないのでまだ見えてないのかなと思ってでちょうどクラスをしていた時に「ユースケ嬉しいと幸せって何が違うの?」ってスペイン語だとどっちもフェリスハッピーだよねあ,あフェリス、うん、はいであその時にピンときたのが 僕にとって嬉しいっていろいろあるんですよ。多分あの生きていけば嬉しいって、例えばおいしいご飯食べた時も嬉しいし、何か達成した時も嬉しいし、何か他人の成功も嬉しいし、できっとその中から何か突出してくるものが幸せなのかなって考えるように考えました、昨日。<laughs> はい、なので、まだ見つかってないです。でも それを見つけるために多分これからもいろんなことに挑戦していろんな嬉しいと出会っていくことがあのこれから僕自身の幸せを見つけるポイントになってくるのかなって思います。これはなんか今まだ答えを出さない方がいいかなと思いました。はい。はい、どうもありがとうございます。え竹けむさんの幸せについてのまあ、まあ、幸福感についてですね。はい。はいうん あ、今あの僕もいろいろ感じたことがありましたが、うんこれはあの視聴者の方にもその感じたことを大事にしていただいて、え竹、ー、村さんは今のこの思いを大切にえーはい、これから、うん、活躍をしていってください。はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> はいえー、そしてえー、何かまた気がついたときにぜひ、はい、もう、うん、あのその幸せについて知らせていただければ嬉しいです。はいはいはいそしてえー、次は このこれから成し遂げたいこと、はいとはそうですねあのまずとにかくこの5年ぐらい前から、まあ、今日まで自己実現っていうものをすごくこう考えてあの頑張ってきたんですけどなんか最近ちょっと変わってきてる自分がいるんですね。っていうのはなんかある程度その例えばフォロワー数が集まってきて。 なんかこう目標達成しちゃった感がすごく自分の中にあって、ちょっとこうあの先が見えない虚無感っていうのに、実は去年の10月から11月ぐらいにすごく駆られていて、で、あの多分去年で一番辛かったのはその2ヶ月間かなって思うんですね。なんかこれから何すればいいんだろうっていうなんか自己実現、とにかく有名になると思って、でも。 そのちゃんとこう与えるものともらうものも考えてやってきたんですけどじゃあこの今45万人いるんですけど、まあ、この状況でなな何が嬉しいのかこれからどこに向かっていくべきなのかって分かんなくなってしまってでなんかこうやみくもに本でも書こうかなとか <laughs> なんかあの考えていたんですけどここ最近あの思ったのが。 こう僕その僕のアカウント「悠 u, u 日本語」っていうのをフォローしてくれている人のまあ通称を「悠 u, u ファミリー」っていうふうに名前をつけているんですね。要はその、まあ、僕と一緒に人生を楽しむファミリーだよっていう。でその言葉が浸透し始めてきてでみんなも何か悠々ファミリーの一員としてなんかこう成功していきたいっていうふうに あの思ってくれる人たちがこう出始めてきてくれてあのその中の1人の、えー、インスタグラマーさんって言って、まあ、インスタグラムを中心に活動しているあのチリの女の方がいるんですけど「あの毎日のピアさん」っていう、まあ、アカウントでやってるんですけど彼女があの最近あの1万人フォローを達成したんですね。 でこれは本当すごいことでっていうのはあの今あの本当にいろんなアカウントがあのインスタグラムや TikTok など SNS を使って日本語を教えているんですけど、うん、それをあのその中からこの1万人ここ数ヶ月で5,000人ボンと増えて1万人いった時にすごく嬉しかったんですね。っていうのを考えた時にあ なんか誰かの夢にコミットするっていうのはすごく嬉しいことだしこれからあの自分だけじゃなくて今度はこう周りも含めて何かこう成し遂げていきたいっていうふうに思うようになってきてそれがこれからお話しする次の,あの目標につながっていくんですけどもはいえっとですねあの どうしても僕はその日本語っていうものをビジネスとして考えてしまうんですけどもあのビジネスって聞くとなんかちょっとこうなんだろうあんまりいいイメージないじゃないですか搾取され搾取しなんかこう騙し騙されみたいなものですけどでもあ,のある、えー、と YouTube の,あの動画を見た時にど人はどういう時にお金を払うのかなってなった時に。あの 何か自分ができないものだったりとかちょっと面倒くさいなっていうものを手伝ってくれた時にあの人って対価としてお金を払うのかな。でそれを考えたときにお金を生み出すっていうことはその困っている人を探し当てること普段はこは困ってないかもしれないって って思い込んでるかもしれないけども何か困っている人がいるんじゃないかって探し続けることがそのビジネスのベースになるのかなって最近思うようになってきました。っていうのはちょっとすみません抽象的な話になってしまったんですけどもあのクラスで日本語を教えていた時にはあんまり学生が困ってるっていうイメージがなかったんですね。そそもそも学生と僕だけの世界っていう,ふうに、うん でも最近じゃあ学生自身が情報を発信できるようになったりそれに日本語教師自身も困っているんじゃないかなって思うようになってきてじゃあ,あの僕たち困っている人を助けるためには何ができるのかなっていうふうに考えるようになってきたんですね。であちょうまく話してるかな。<laughs> えっとですねあの特に最近思うのがあの若い日本語の先生。 にすごく興味があって僕あんまり SNS って実は好きじゃないんですけどあのこれはリサーチをしなきゃいけないなと思ってあのそうですねえっ、ー、とツイッターを始めてでそのツイッターも荻野さんはツイッターされてますほとんどしないんですね。僕自身もしてなかったんですけど とにかく僕が発信するよりも発信されてる情報をたくさん集めたいなっていうふうに思っていてあのとにかくいろんな人をフォローしたり日本語教師の人のツイートを見たりするとみんな大変なんですよ。特にその僕がメキシコに来てすぐの時に感じたこの貧乏っていう気持ちお金がないっていう気持ちでも日本語教育は大好きだけどどうすればいいんだろうっていうふうにあがいている若い人たちがたくさんいて。 で今のこの日本語教育の状況全部は把握していないんですけどもなかなかそういう人たちがあの安心して日本語を教えられる仕組みができてないかなって思うようになってじゃあその彼らたちをひっくるめてみんなで成功しようみんなで楽しく日本語っていうものをあの教あのビジネスいのビジネス まあ、ビジネスじゃなくてもいいんですけど日本語っていうものを生りにしていこうと思った時に多分クラスだだけででは無理だなっって思ったんですねこの先生がどんどん増えていくし学生の数って急激に上がっていかないじゃないですか。であの最近はあの教材っていうものをうまく使っていきたいなと思ってます。はい まだ本当にアイディアの段階でどうなるかも全くわかんないんですけど今年のチャレンジとしてその先生たちがこう教材をどっかにアップロードしてでそれをこうダウンロードしていく時にこう対価がこう払われていくような仕組みを作ればその教材としてその今はこう一極集中じゃないですか。こう本 っってていうものがあって例えば「みんなの日本語できる日本語」いろんな本があるけどもうその本がベースになってしまってそこだけしかないみたいなものがこうもっとこう横がつながっていけばもっとこう救われていく若い先生たちがいるんじゃないかなっていうふうに考えていてでその今回のインタビューに参加する一つのモチベーションとしてこのプロジェクトをこう一緒にやっていきたいって思ってくれる人がもしいるのであれば僕はすごく嬉しいなと思うし。 参加した甲斐があるかなってていう,ふうに考えていますなるほど、ご覧になっていてあこ、興味がある、関心がある、応援したい、関わりたい、そういう,う,そう,いう言い方はどうしていればいいですかね、えー、竹さんにはい連絡していただければ構わないですし、この動画のコメント欄に書いていただけたら、ワク、必ずチェックするので。はい、はい あじゃああのご覧になっている方えあの、どんな関わり方でも実際に自分がこうあの一緒に加わって何かをしていく、あるいは応援したいという,いう方でもえぜひコメント欄にコメントをおなるほどえで、まああの。経済の話から、まあ、あのお金、そして困っている人で、困っているのは人の中で特に今、日本語教育に関わっている人、まあ、若い人たち。うん、その人たちを があの、うん、のための仕組みを作るそれが一つ、まあ、教材というやり方で仕組みを作っていくっていうそういうことかなそうですねそれがこう今後の目標になっていてやっぱり荻、まあ、野さんもあの日本語教育に携わっていらっしゃるのでわかると思うんですけど素敵な仕んじになんかこうあ人生の一つの仕事でもうすごい早い段階からこれで生きていきたいなって思える仕事ってなかなかないと思うんですね。 なのでこれ自体を存続させられるようにとにかく上がいていきたいなと思っています。はい。え素晴らしいお話ありがとうございます。えーえー、今のお話にうん心が共鳴してえー、関わりたいそしてあの応援したいっていう風に思ってくれる方たくさんいらっしゃると思うので、えー、ぜひコメント欄にコメントお願いします。よろしくお願いします。なるほどはいありがとうございます。えー、そしてえー、次はまあ最も これはあの大切にしている価値観や心情これについてお願いします。すそうですねあの、僕自身のことなんですけども、えー、とまず初めにあのやっぱりこう当たり前っていうのにしっかりこう向き合っていくことっていうのは。あの 伝えたいかななと思いますなんかこれを見てくださる方は本当に素敵な先生方が多いのであのあ若いなって思われてもいいと思うんですけど <laughs> あのその今ある状況っていうのを変えるためにはやっぱり常に当たり前と戦っていく必要があるのかなって思うのとやっぱりこう考え続けていくっていうこと。 っていうのが大事なのかなって考えるのってすごく大変だと思うんですけどでもやっぱ問題としっかり向き合って当たり前としっかり向き合って考え続けて実践していくっていうのが多分これから私たちを救っていく鍵になるのかなって思いますだからきっと2017年の僕は歩み続けることが大事って言ったと思うんですけどそれは多分その 考えることと実践していくこと、絡めを背けないで、やり続けていくっていうものを。あの、軸にしていけば、多分もっとこの業界は、業界って言ったら申し訳ないんですけども。この日本語教育っていうものは、もっと素敵な形に変貌するのかなと思います。はい。ありがとうございます。え、はい、キーワード、当たり前ですよね。この。当たり前、でも、一つ一つ質問ですけど、この当たり前に向き合う。うん、これって。 いつからそういういいに思いな,なったんですかそれメキシコに移ってから、その前からこれは僕、実はもう子供の頃からなんかちょっとあの変わったっていうか、<laughs> なんで勉強しなきゃいけないんだろうとか、あの多分どの子供でも思うんですけど、あのなんでテストがあるんだろうとか、なんで先生っていうのがいるんだろうっていうのは考えるのが好きで、多分そのせいであのちょっとひねくれた性格ではあると思うんですけども。はい それはなんかもう息をするようにあの考えるようにはしています。うん、はい。なるほど。えまあ、当たり前、まあ、既存のもの、現在あるものについて、本当にはこれ何のためにあるのかってことを考え続けるっていう、そういう姿勢ですよね。そうですねうん。それ自身もなんか当たり前なんですけど、でもなんか。 すごくこう全問答みたいになってしまうんですけどもでもそれでもチャレンジし続けて考え続けるっていうのはすごく大事かなってはい思いますはい、はい、どうもありがとうございますいろいろ今日はのお話を伺ってきましたがえ、はい、あと特に伝えたいことえ共有したいことなどありますかそうですねあの本当に今回この参加させてもらってあの 楽しみなのがあの5年6年後にこの動画をもう一回見たいなっていう、まあ、自分の気持ちとあとあの荻野さんのこのプロジェクトが続いてほしいなっていうふうにあの多分、えー、このインタビューをしてあのインタビューを受けた人っていうのはすっごいこうプラスになる活動だと思いますしあのそれを受け取る人も人も本当にみんながハッピーになる。あの プロジェクトだと思うのであのぜひ続けてほしいですし頑張ってくださいっていうのを沖野さんに伝えたいですね <laughs> す,すごい素晴らしい応援の言葉をいただいて感激ですねうんはいあのうん続けていけるように頑張っていきたいと思いますえ、そしてインタビューをすることによってまたあのその前のやり取りでも僕自身がいろいろな学びや刺激をいただいているので本当に感謝いっぱいですはい。 竹村さん、本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、えそれではあの最後に手を叩いて、そして今日は、はい、スペイン語で、む、えーえーはいべんというので終わりたいと思います、はいはい。はい。どうもご縁に心から感謝しています。ご視聴ありがとうございます。え竹村さん、<laughs> 本当にありがとうございます。では拍手をお願いします。はい、せーの。ムイベン